2004年の12月に、この場所にできたんですけれども、ここにそこに行き着くまでに、もともと高崎映画祭という映画祭を立ち上げた茂木雅夫さんとその仲間たち、彼らがその映画祭を1987年に始めた時から映画館を作るぞと言っていて、で私が第13回の1999年の映画祭に参加した時にも、入ってすぐ映画館作るんだっていうのは言われてました。でそのコミュニティシネマっていう構想が日本に入ってきたというのが非常に大きくて、2001年頃から場所を探し始め、2004年の春ぐらいに、ここもともと銀行だったんですけど、銀行の跡地を見つけて、よし作るぞということで半年で法人格を取って、その半年後には映画館ができたという感じになります。映画館を作るときに群馬県初のミニシアターだっていうことが一つ大きくあって、車を運転しない人たち、だから高校生までの子どもたちや、ちょっとお年寄りの方も気楽に来れる、女性が一人でも気軽に来られて気持ちよく過ごせる場所っていうのが一つ、あと内容としては当然そのミニシアターなので、新作の本当にバラエティ豊かないろんなもの、あともう一つ茂木さんのたっての思いは、映画を志す若者たちが映画に携わる仕事に就くには東京に行かなくちゃいけない、それをここで実現したいっていうのが彼の中では非常にあって、映画館で働きたい人も、受け入れられるように、それから映画館からいろんなことが、映画の制作に携わりたい人とか配給業務に携わりたい人とか、いろんなことをできるような組織にゆくゆくはしたいという思いがあって、一つ一つそれを実現するように進んできています。当時はまだ高崎市って24万都市だったので、ミニシアターが成立するのは40万都市だと言われて、割と諦めろといろんなことに言われたんですけど、それをいやそんなことはないと言って始めた部分があり、ただ始めた時に本当にお客様がいらっしゃらなくて、で映画祭ではかなり実績を上げてたので、その流れで来てくださると思ってたら1年間本当にいらっしゃらなくて、4年目ぐらいから少しずつ定着、お客様がするようになってきたなと思ったんですが、日常的に映画を見るっていうのが、デジタル、スマートフォンとかといわれる、その自分の手の中で見るっていうことをいろんな方がするようになってきて、本当にそういう時代になってきたなと思ってるんですね。やっぱりその大事なことはスクリーン体験だと思っていて、どんなに苦しくても、いやこれは絶対大事だから、とにかく続けようというだけですね。だからある時行こうと思えた時に、当たり前にあることが大事だと思っていて、どんな状況でも映画館を開けてお客様を待つっていうことをとにかくずっとしていきたい。